ダブルの記憶ガッチャードの記憶錬金術を操る仮面ライダーガッチャードこと一ノ瀬宝太郎は100体のケミを集めるべき錬金術に勤しんでいただがそこに暗黒の錬金術師グリオンのテラス丸突如として上空に現れたオロチマリに苦戦する宝太郎たちだったがそこに謎のオレンジ色のガッチャードが現れる